ライダーの藤本健二です。今回はね、このヘッドのアーキテクトについてちょっと紹介していこうと思います。このアーキテクトはね、結構ねヘッドの中ではね、なんかパークとかジャンプとかフリーライディング全部ねオールマイティにできるモデルとなってます。このねアーキテクトをね、僕はね、まあ昔ジャンプとかもやってたんで、ジャンプとかするならもちろんこれに乗りますし、でもね今ねカービングにハマってる身としてもね、このアーキテクトってこのノーズの部分とテールの部分にキャンバーがあって、真ん中はフラットなんですけど、このノーズとテールがねしっかり太いんで、カービングする時もね結構グリップ力を高く保てるんですよね。でもねお店でもね、このフリーライディングボードってどうしてもねノーズとテールのね形が違うボードになるんですけど、やっぱりスイッチのトリックもやりたいとか、でもカービングもやりたいって子にはね結構ねこれを勧めています。なんでね、こうスイッチもやりたいしカービングもやりたいっていうね、パークも全部やりたいって人はね、これがすごいおすすめとなっているので、これを乗ってみてください。